レオン師匠のリボリー、二つりぼり。レオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今週も、二つりぼり、よろしくお願いします。はい。お願いします。レオン師匠はいろいろ、飛び回っていたようですね。うん、ああ、もう、夏休み、夏大好きだからね。暑いですよね。<laughs> 暑いんだけど、あちこち行ってました。うん。 あの視聴者の皆さん、インクス TV にそのレオン師匠の夏休みの様子の動画、いろいろ上がってるんで、ぜひそちらもご覧くださいめ,め,めちゃくちゃだらーっとあの肩の力抜けすぎだろうみたいな動画になってますよろしくお願いします。じゃあ早速今日のお題なんですけど、はい今日はですね、ロットについての質問をいただいております。はいつまり、竿の感度について教えてください。うん どんな竿が感度が良くて、どんな竿が悪いのか、また、うん、チューブラーとソリッドでの感度の違いについて教えてくださいという質問です。ありがちな感想に近い質問なんですよね。で、どんな竿が感度がいいんですかって、これはもう感度のいい竿が感度がいいとしか言いようがないけど、たぶ <laughs>、あのー、ね、今の 質問をちょっとこう考えてみると、サウの感度の良し悪しとチューブラとソリットの感度の区別がこうごちゃまぜになってる質問だよね。うん、なるほど、確かに。うん、まあその気持ちわからなくもないんだよね。なんかソリッドが感度がいいって言ってる人とチューブラが感度がいいって言って言ってる人と必ず両方存在しますし、うん、ええー、間違いじゃないんだよね。 うん、かといって間違いの部分もあるんだよね <laughs> あの。かなり複雑です、質問者の方。えーと、どうしようかな。うーんじゃあ、まずね、ソリッドとチューブラーがそもそも何なのかっていう、その基本的なちょっと定義からやりましょう。はい、はい。ちょっと、竿を用意するね。ワンピースも混じってるから、膝の上に置いてやろう。 えーと、まずね、あの、はい、ソリッドとチューブラの差は、チューブラは中が中空ですよということだよね。ねそうですね。はい。だからこんな細い、ね、これは、あの、インクスのエルセイラというサウンドの一番ですけど、これめちゃくちゃ細いわけね、ここ。うん。で、0.8だったかな。俺ね、あんまり何ミリだとかいうことをね、あの、<laughs> <laughs> 何ミリよりかこうそう思ってこう曲げた時のよし悪しでも考えるんで自分で作っておきながら何ミリか忘れちゃったんだけど <laughs>、えー、08か09かそんなもんです、うん。1ミリちょっと切ってるか1ミリぐらいかってとこですでこんなに細いのに中中空なんだよね。<laughs> はい、で中ブラとあとそれとそのいわゆるソリッドティップっていうのがあるんだけどソリッドティップっていうのは。 チューブラーに対して中があのー、中空じゃないですよと。詰まってる、ねあのちうん、ソリッドね。はい。これもソリッドティップ。これ、えー、っと、餌釣り用の竿。はい、の一つ天やの竿なのね、うんはい。で、カーボンの、えー、ソリッドなんだけど、ソリッドはまあよく曲がる中。中が中空の竿よりも中まで詰まってて、なおかつ、 カーボンもほら、硬さがあるわけ、鉛筆と一緒。鉛筆の,の 2BBH ってこうどんどん硬くなっていくじゃないあしょ。緒。こう男性にすれば、ポキッと折れちゃうんだけど、これはもう男性が柔らかい、えー、カーボンを使ってます。こういうケースがあるよね、ソリッドね。はい、で、えー、カーボンソリッドの柔らかいソリッドね、穂先、はいはい。次が。 逆に、これは、えー、グリッサンドのね、ちょっと今、プロ取り作ってるんですけど、あの、グリッサンド 56TT の,の 2P バージョンのコンベなんだけど、これもね、ソリッドチップなんだけど、硬い。あの、さっきのように曲げたら折れちゃう。うん、<laughs> ものすごい弾性が高いカーボン使ってる。 同じカーボンソリッドでもくにゃーっと曲がるやつもあればこう曲げたら折れちゃうよっていうのもあるわけ。結局何,だか何かっていったらもう目的が全く違うわけよ。うん、うん。この辺からね、ものをあのちゃんと考えてほしいのね。この一つてんや用のカーボンソリッドっていうのはてんやのジグというより、まあ、ジグヘッドだよね、あれね。そうですね。 こう竿でこうついていきながら下ろしといってその最中にマダイとかが食ってきた時にいち早くその食った状態がわかりやすいようにするためにはこう柔らかく作る必要があるのよこれをううん、うんつまり4 0、えー5 0ー,50メーの潮の流れがあるところを船から釣ろうとすると船も流れてるよねはいで船長はスパンカー立てたりあ,あとはエンジンこうやって。 バックに入れたりして船を立ててくれながら、えー、釣り人が下ろした糸がまっすぐ、うん、なまま釣りができるようにこう潮にのっけて流しながら釣る釣りだよね。はいとは言いながら水深が50グラムあって潮流も流れてればどうしたってぶ,ぶら下げるその天野の重さが5 0ムとか8 0ムをぶら下げるわけ。うんそののグラムとかかか負荷がかかった時に 竿先が曲がったまま魚の当たりを待てるように作ったらわけこういう竿って。も、うん、たれながらも当たりがわかるっていうことです、ね、そうこの際必要な感度っていうのはカンカンとかコツコツとかこう手に響くあの当たりはいらないのよ、ねうん。いらないというか取れないんだよそういう当たり。うんうんうん うん、だからこの手の竿川はぎ竿とかもそうなんだけどいかだ地のいかだ竿なんかもそうなんだけど、えー、仕掛けの重さでこう穂先が曲がってる状態でえあれもそうね例えばあの剣先イカつる竿とかもはいはいはい、うん、えっ、ーえー、となんだっけいかメタルこういうふうに柔らかく作ったんで竿先が。でパン,パンパンパンとしゃってって止めた時に。 てんややイカメタルの重さで竿先が曲がってる状態これをイカが抱いたりタイが加えたりしたらあるいはからげがちょっとつついただけでこれがちょっと戻るの、うん、ちょっと戻るこのちょっと戻るのを目で捉えたりあるいは手で感じれるようにするためにはこういうピンピンのチューブラじゃ曲がんないのよその負荷での。うん 負荷で、えー、その釣るで使う負荷で十分曲がるように作ってあってこのティップの戻りで当たりを取れるように作ってるわけ。これを考えた時に感度のいい竿って何ですかって言われたら返事でしようがないわけ。一律で返事ができるわけじゃないじゃあ、えー、さっきちらっと見せた同じすごく細いティップで作ってあるこの56コンベはなんで曲がんないのか。はいうん、これは 軽いルアー小さいルアーでいかに大きい魚を釣るかっていうのを目安にしてる竿なわけね。うん、で基本的にプラグとかがメインの竿になってるわけ、えー、空気抵抗が大きいのにボディが小さいということはウエイトも少ないプラグを弾くようにパシーンとそのマングローブの下へ放り込んでそこででかい魚をカツンとかけたい時にはくにょんと曲がるティップだとめちゃくちゃあのかけにくいし。 うん、ルアーも投げにくいわけだからそ,、うん、そういう目的の竿はこう針があるように作るわけピンコピンコ、ね、この場合に必要な感度は、えー、ルアー投げました止めて待ってますその時には竿はまっすぐなんだよねうん、うん、糸がこう張ってる状態もしくは張らず緩める状態で魚がカツンと食わえた時にはこれを反響の感度ねポンとかねプチッとかもぐッ,ッとかが 手に響くように作るためには穂先が曲がが曲る竿よりもピッッととパリッとしてた方がいいわけ <laughs> だから感度っていうのは、えー、反響の感度が手元に得られるよという感度が欲しい場合ともう手にくるのが絶対的に無理だからティップの竿先の曲がりでちょっと入ったりちょっと戻ったりで視覚でね目で捉えられるその何て言ったらいいかな、えー、リグウェイトの負荷の変化。 うん、荷重変化がの抜けとかが分かるような感度が必要な場合と2種類あるっていうのをまず2つ考えてください。ね。じゃあソリッドの方がそういうその荷重変化が分かりやすいんですかっていうけどそうじゃないよね。うん、うん、うん。この張りのあるソリッドじゃ荷重変化分かんない同じソリッドなんだよ。 どっちも同じカーボンソリッドなんだけど過剰変化が分かるように柔らかい男性の低弾性を使ってる竿とこういう高弾性でパツン作ってる竿じゃ同じソリッドでも性格全く違うよと、うん、だからどっちがいいか悪いかの話じゃなくてその釣りに合わせて竿の設計者が何を意図してチューブランにしたのかソリッドにしたのかということをねよく理解しなきゃならないですよ。 そう,ですね、うんだからチューブラーかソリッドかという、えー、単純な2つの分け方じゃ無理です例えばソリッドティップで言うならばもう一つここ加わってくるんですよこれメタルソリッドなんだようん、うん、これは、えー、僕が自分のために作ったアジングロットおお<ー>はい高弾性のおブランクスを使ってますね まあ、ビルダーさんには有名な台湾の,あの高弾性ブランクが得意なキューブ知ってるよねはいはいはい何だったっけマグナムクラフトかはいはいはい。<laughs> の超高弾性のブランクにアジを、えー、1g 以下のリグでもたれ感度なんか取りやすいようにするためにいっときはやったよね カーボよりもチタンの方がいいよって,言ってうん、うん、チタンは確かにねこんなにくにゃーと曲げても折れないよねうんうん鉄でこれだけ曲げるといくら焼きあの焼き入れててもこう癖がついて戻んなくなったりするけど確かに確かに、うん、チタニウムってのはこの辺がだからチタンじゃあチタンが感度がいいかって話はいあのチタンは反響感度ないです <laughs> おーなるほど うんもうま、ゼロじゃないんだけど非常にに反響感度には乏しい素材なんだよ <laughs>、うん、それよりも例えば僕なんかだとそのカーボンソリッドで、えー、多少こう曲がりやすいトン数のものを使った方が、えー、負荷の変化も分かるし反響感度もいいよっていうのが僕にとっての。 あの感度が良い竿ってことになる。うん。うん。はい。ということでね、もう一回、あの質問者の方の質問にストレートに戻るんですけど、えー、感度のいい竿ってどんな竿ですかって言ったときに、一番一般の方が言われるのが、トン数気にするよねそう、思ないカ高段竿の方が感度いいよねって言い方、よくするよね。はいはいはい、えー、ええー、え。 キューー自身はどう思ってる感度のいいさをやっぱそのさっきレオンさんの今日話してたお話ですけど自分のやりたい釣りに合わせて考えますよね全部違うよねそうですねうんなのであ今日は違う感度のタイプの方差を持ってきちゃった失敗したってこともよくあります <laughs> <laughs> ライトゲームやってて、ね、そうはいえー、とね そういういことなんです同じチューブラでも同じソリッドでも何種類も必要な,んなの細かいこと言うとね <laughs> 感度の良しやすいってったのはさっきは、えー、コツンコツンってくる反響の感度と荷重、えー、負荷の変化がこう分かりやすいねえー、感度とさらにはもう一つあるんだよ竿の感度って厳密なこと言うとそれはねロッドバランスの話うんうん よくここでこうバランス気にする人いるじゃんリ,リールぶら下げてああよく見ますねどうやったらどの辺がベイの水平が位置に来るかってやつ、うん、これ感度に大きな影響するんだよねはいはいはいものすごいお尻に重りを入れてリアヘビーで作っといたらこっちが重たいから竿先を上げたまま釣りをするのはすごく楽だよねうんでも魚がくわえて離した時は ここに支点の上とかかなり乗っかってる状態だから分かりにくいんだよね。うん、逆に一般的な釣り人が嫌うフロントヘビーの竿があるよね。はいうん、す,すげえ前が下がる竿。うんうん、前が下がる竿を無理やり手でこう支えてるところを魚がコンと当たるとすぐ分かる。うんうん、だから竿の感度の良し悪しって。 釣り方とリグと獲物とで全然変わっちゃうってことで、ね、吉谷が逆転するんだよね。そうですね、それこそ、つけるリールのね、まさに大きさでそのバランスも変わって、それも変わります、あ、ね。そう。ね、だから例えば、アジングだったらジグヘッドにワームつけてキャストして、ちょっと竿をこう、縦構えで釣るよね、こうやって。えー、ええー、え。じゃあ、メバルを小さいプラグでメバル釣るときには、バーン投げて、立ててやる人なんかいないうんうんうん。 シュガーミーの 50F とかでメバル釣ろうとと投げましたどうするかと竿を下ろすよねそうですね竿を下ろして巻き込んでリップがきれいに水かんだところでプンプンプンとスイッチかけて下ろしたまま待つよね、うん、この時にメバルがカーンとあったくしてた時にはも,うもろに手にくるよねカツンってそういう釣りで感度を得る時は明らかにソリッドよりは中ラの方が 有利なんです感動的に、うん、ところが、えー、高弾性のパッツン系の、えー、チューブラーティップのロットでそういうその小さいプラグでメバリングしてプラッキングでカーンと当たった時に張りの強い高弾性だとフッキングしにくいよね。うんそうですね。カーンと弾いちゃうよね。うん、そうなると感度は欲しいんだけどはじくから。 ちょっとティップ柔らかくしたいよね、うん、その時に中ブラにするのかソリッドにするのかっていうのはなかなか微妙な選択なんだよ。うん確かに。<laughs> 悩ましいところですね。悩ましいよ。だからそのいわゆるバスプロなんかが試合中に使うのに船の上に10本も竿を置いてあるのはそういうことなんだああそうですね、うんお。同じリグ使うんだけど。 チューブラーとソリッドと両方置いときたいよねっていう場面があるよね。細か、うん、いこと言うとね。うん、うんかあのか。勝たないとあの人たちは仕事にならないんで。そうですね。<laughs> 俺たちは釣れなくても仕事になるんで。<laughs> 一発の人が釣れなくても楽しかったり、釣れた方が楽しかったり、うん、絶対釣らなきゃならないってことはないわけだよね。だから、サオの感動を考えたときにね、うん。 ものすごいいい返事ししにくいね難しいなただ今の僕が質問者さんに対してアドバイスするとすればねあの今時のの竿で感度の悪い竿ないから。ー確かに。はい僕が記憶する限りね、えー、僕が初めてルアロットの監修という形で携わっ 割らせてもらった二十年ちょい前ね、あの六八ストレンジとか、あれより以前のサオっていうのはね、二十年以上二十五年前ぐらいまではライトソルトの世界ではね、めちゃくちゃ感度の悪いサオっていっぱいありました。うん。<laughs> どことは言えません。申し訳ないから。どこか言えませんけど、<laughs> かなり有名なメーカーさんのサオでもね、当時、えー、ジグヘッドスプリットのリグでアジを釣ってたのね、僕らよく。 で、全く分からない差がだったね。何やってるかもう分からんと。分かんない。<laughs> で、これ、ある釣り具店の店員さんが、僕らが釣り行った時に、うわー、レオさん、あとピノキオさんっつって、俺とピノさんが2人で釣って時横に入ってきて、はい、いいっすかって、ああ、おお、ね、4人で並んで釣ろうよっつって俺、俺たちの両脇に釣り具店の店員2人、2> うん、俺とピノさんは中で釣ってて、2人とも68ストレンジで釣ってた。 1>, はいはい、1頭1匹釣るのに両脇の上手なはずの釣り具店店員さんが全く釣れないのよ。お<ー> 2> で2人が「うわー2人ともさすがです僕ら全然当たりすらないですよ」っていういやいやそんなことないだろうそんなことないよ」ってそんなんね10メーターも離れてるわけじゃない2メーターずつしか離れてない <laughs> じゃあちょっと立ち位置変わろうって変わったわけ。はい、で今度は店員が中2人で俺とピロさんが両側。 であっと気が付いたのあ「君たちサオを何使ってる?から」って言っ発売になったばっかりのどこそこの何な,なりです」って俺ピンと来て「ちょっと竿かへっこしよう」って最後「ピノさん竿かして」て「俺の竿とピノさんの竿を二人で持たせて二人が発売になって大喜びで買った竿を俺とピノさんが持ったわけ」逆転現象起きたい。 あの研究していろいろやって世の中に発表したピノさんや俺がバイトが分かんない全然 <laughs> <laughs> それまで一匹も釣れなかった二人がそのアジングセンヨノサオである当時ね68ストレンジを投げたらもう一投目からおって言ってほ,ほんまやっつって <laughs> だからそんなイメージがねまだ20年25年しか経ってないので若干世の中に まだ残ってんのかもしれないけど、うん、今ね、例えばアジングロットだけで言っても,言ってもその、アジング用ですよって出してるロットで、そんなアジのバイトがわからないような竿はね、もうありえないです、うん、くらいどっこの竿も感度がよくないと誰も買ってくんないんで。 えー、まあメ,ルメバルやアジ用のライトゲームロッドだったりあとはチーニングロッドだとか最近だったらまあうちなんかやってるような公湾部の小旗とか寝魚用のロッドねと称して売ってる竿でアジのバイトがわからないような竿はない世の中に <laughs> 確かにほ,ほぼ断言できるだって気にしないほうがいい <laughs> うん確かにそうですねそう だからまあ、さっきから、ね、ちょっと説明分かりにくかったかもしれないけどいあのカーボンソリッドもあればグラスファイバーのソリッドもあるし、えー、チタンのソリッドだってあるしそれぞれ目的に応じて感、えー、反響感度だけが目的で作ってるわけじゃないし、うん、あの大きさとか、釣り方メソッドに由来するその感度よりも釣りやすさの方を優先して それとチューブラというふうにメーカーの方は作ってるケースが大きい。うん。ハンドでつくやっ分けてるわけじゃないというのも頭に入れて、えー、いっぺんには分かんないから、徐々に徐々にその辺の知識をこう実際触って使ってみて、少しずつタミ込むしかないかなって感じですね。そうですね。まず両方買ってやってみるしかないですね <laughs> <laughs> 一。一回買ったぐらいじゃ分かんない。から <laughs> う,んうん。<laughs> <laughs> これはしょうがないね。うん。いがたくさん必要です、うん、体感しないとちょっと分かんない部分もありますね。で、そういうことですね。うん。あとね、そうね、あと、そうだな、もう本当個人的な言い方するけど、はい、感度をの良さを全面に出しているものは、もう、み 魅力感じたい僕は。<laughs> お<ー>で例えばインクスで販売してるサオで特にあのメバル用のハミージャーミーとかビーテスラははい、はい相当感度いいのよ。うんでも歌わないよね感度なんかも。<laughs> ああ確かにそうですね。感度いいのは当たり前なんで。<laughs> うんで、えー、今年年末ぐらいに出そうとしている あの5本継ぎの江戸前小継ぎ1尺五寸ベスパーダという竿、うん、これはウルトラライトじゃなくて L クラスのそこそこ強めのまあのあたりするのがど真ん中で一番楽しいかなっていう竿なんだけど、えー、ティップもそれなりに太いんだけど、うん、0.4g のジュゲットでのおエステルなんかのラインで着底が分かるくらいの感度いい。 うんそうですね、うん、でも歌わないよそんなこと感度 <laughs> 自慢したってしょうがないと思ってるの俺なんかあのそういうメーカーもあるよ <laughs> 確かにでアジの場合とかわからないような感度の鈍いさはありますかっつったらないよねって話うん確かに、うん、それよりもっと自分が使って心地よいと感じる要素は釣りざの場合ほかにあるからね うん、この辺は重要視してくださいっていう感じだね。そうですね、うん。こんな感じでいかがでしょう。<laughs> はい、バっチりだと思います。じゃあ、今日も視聴者の皆さん、ここまで視聴していただきありがとうございました。あの、ぜひ、サオについて、他にもこんなことを聞きたいよとか、もうちょっとここを解説してくれなどがあったら、ぜひ皆さん、コメント欄までよろしくお願いします。あと<え>ぜひ チャンネル登録とこの動画へのグッドボタンもお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、りょうん師匠、今日もありがとうございました。はい、じゃあまたね。